はい、フリークアウトの平田です。あの T シャツがめちゃくちゃかぶってて運営にしか見えないんですが、これフリークアウトの T シャツですなので、間違いで、なんか、そういう略紙の改善のことが聞かないようにしてくださいで、Java とかやってる方でしたら、オブジェクト作るときに可変なオブジェクト作るよりも不変なオブジェクトを作る方がいいっていうのは常識だと思うんですけども、ファイル前のムールを使って、このように R モードっていう、リードオンリーっていうフィールドを作ることで実現することができます。で、今日はこれがネストしているような状況を考えようとしているんですけど、あ、すごい、最初ファイルの話しますけど、後半はいつもの話なんで安心してくださいスケジュールに対してドットがスピーカーが挟まっててネームがあるときに、ファイルの前で R モード端子を使って遷移して簡単に書くことができるんですが、これがセッターになるとちょっと話が変わってきて、まずリードオンリーなんでこういう書き方はできませんっていうのは当たり前なんですけど、これをまともにやろうとするとですね、一個一個根元からオブジェクトをコピーして再セットをするっていうことをやらなきゃいけない。で、これどう解決するかっていうのを考えたときに、まあ、R だけに戻しちゃえばいいんだねっていう話はあるんですけど、まあ、そうするとちょっと署名がないのでやられたりします。ということなんで、今日はちょっと別のソリューションとして、レンズっていうものを紹介します。で、レンズは、まあ、アクセサーライトのものなんですけど、ピリオドで、この面のように、トークスピーカー面っていうふうにつなげると、奥の方まで、潜ってて、さっきゲッターとかセッターができる。で、下がセッターの面なんですけど、これをやるとスケジュールが勝手にコピーされて、新しいスケジュールができます。で、レンズって、まあ、元々これ実はハスケルの概念なんですけど、じゃあこれをちょっとパールで、実装してみましょう。で、レンズっていうのは、ハスケルのナルドワールドなので、これを実装すれば OK です。まあ、これを持ってみて、見聞になりますよね。で、この本は、今、再販することが決まっているらしいので、ここにメールをくれれば、売ることができます。で、ここでコっていうのは3つ出てきているんですけど、コっていうのは反対という意味なので、いろいろ反対にすれば実装することができます。まあ、これもなどっていうのはプログラムだと当たり前なわけですね。で、反対にすると、全部反対にすると、あっという間にコマンドができます。なので、これを実装すればよくて、デルタっていうのはコリミットで、イプシロンっていうのは、コブラっていうのか、なんで、まあ、こういう型紙を作ってやると。で、次に、これがステップモードっていうのは、プログラムやりすぎには当たり前じゃないですけど、パスケルやりすぎがすぐ当たり前なんですね。で、これをカウンターとして分割してやると、こういうふうに2つに分割できて、この合成している2つを今、アカウントにするんですけど、入れ替えてやると、コステルモードっていうものになります。で、コステルモードっていうものを見ると、サインなんですけど、関数が1個と状態が1個なんで、これを実装してやると、ファンク系関数1個とステート系関数1個を実装すればいい。あ、改行がおかしいかな。あ、改行がおかしいですね。まあまあ。で、まあ、この辺は、多分慣れたらスラスラ変で、一緒に実装してください。で、アジェラっていうものは、これはちょっとハスケルアプリケーションでもあんまり馴染みがないかもしれないんですけど、ここの図で言うと、H っていう部分がそうで、モナドから、普通の型へマッピングしたような、まあ、要は計算を進めたようなものがあるというわけです。で、まあ、これも全部作成すればいいだけなんで、普通の値を取ってコマドが返せばいい。まあ、データ取ってコマドで、あ、データ取らないのか、あ、今、データ取ってコステッドコマドで組んでいきます。で、じゃあ、コステッドコマドが壊れるっていうのは、これレンズなんですけど、要は何なんだっていう話なんですけど、これ左辺を分解してみると、変なようになって、実は左側がセッターで、右側がゲッターになっているんです。ただ単にセッターとゲッターを合わせたものっていう感じです。なので、これでセッターとゲッターのように決まりができる。で、大事なのは、これをつなげることができるということなんで、冒頭のレーダーのビデオを使ってつなげてたんですけども、それはオーバーロードのマジックで自分で合成を定義するようなことをやっています。で、あ、そうですね。フィールドにアクセスしなきゃいけないんで、そういうレンズを作るときは、まあ、こんな感じでやって、途中のニューでデータコピーしちゃってるんですけど、まあ、これはこういうふうに実装するしかないかなと思うんです。で、これだけだとフィールドしか扱えないんですけど、レンズって実はもうちょっとパワフルなことができて、サブストリングレンズみたいなものができて、これをやると、例えば3文字目と2文字目だけの、名前の3文字目と2文字目だけのゲッターとセッターが作れる。でこれに対して値を設定すると、例えば、平田の AT を、AT の分だけを当てに書き換えるようなセッターとかゲッターを定義することができます。で他にあるビットエンザーのビットだけのレンズを定義することができます。で、この実装を一応 GitHub に上げてあるので、興味ある方は見てください。あと、サスケ
메시지 쓰고 왔겠어. 어쨌든 메시지 쓰고 왔는데 이미지가 있었어요.